血糖値を急上昇させないために欲しいものなどを食後1時間半後ぐらいから少しずつつまむようにしています。自分の基礎代謝は1850キロカロリーでトレーニングをする日は2300キロカロリーくらいを目安に摂取するようにしています。3食でカロリーを取り切るのと食事を分けて同じカロリーを取るのでは減量する上ではどちらもあんまり変化はないのでしょうか。どうも、働かずです。日本で最もポピュラーなダイエット方法といっても過言ではない糖質制限。なぜここまで糖質を抑えようと言われているのかというと、おそらくインスリンが関係しているのかと思われます。インスリンっていうのは筋肉とか脂肪に栄養素を送り込むホルモンなので、それが過剰に分泌されると脂肪に栄養素が送り込まれすぎて太ると。なので糖質を食べる、血糖値がバーンって上がる、インスリンが過剰分泌される、どんどん脂肪が増えて太ると。でこの話からインスリンの過剰分泌を防ぐために血糖値を急上昇させないことがダイエットでは重要ですっていう風に言われることが非常に多いです。肥満の原因はカロリーではなく血糖値の急上昇であって、血糖値さえ抑えれば痩せることができる。実際今回こんなコメントいただきまして、血糖値を急上昇させないために欲しいものなどを食後1時間半後ぐらいから少しずつつまむようにしています。自分の基礎代謝は1850キロカロリーでトレーニングをする日は2300キロカロリーくらいを目安に摂取するようにしています。3食でカロリーを取り切るのと食事を分けて同じカロリーを取るのでは減量する上ではどちらもあんまり変化はないのでしょうか。質問者さんはダイエット目的で血糖値をすごい気にされてるみたいなんですけど、ダイエットが目的なのであれば血糖値を無視して大丈夫です。糖質制限推しの人が血糖値の急上昇をダイエット中に避けましょうっていうのは、その後に起こるインスリンの過剰分泌を防ぐことが目的なんですけど、別に糖質じゃなくてタンパク質でもインスリンって分泌されるんですよ。結局体重の増減はカロリーバランスで決まるんです。摂取カロリーと消費カロリーのバランス、これが全てなんです。もちろん人によって三大要素合う合わないはあるとは思いますけど、基本的にダイエットで気にすべきはカロリーです。血糖値が急上昇しようがしまいが、インスリンは分泌されて摂取した栄養素は体中に送られます。だからいくら血糖値を気にしても摂取カロリーがオーバーすれば普通に太るんですよ。もちろん健康のために血糖値の急上昇の原因になるお菓子をやめるっていうのは正しい判断です。間違いなく体にはいい。ただそれはダイエットとはイコールではないんです。あと食事の回数、トータルの摂取カロリーが同じであれば食事の回数を小分けにしようが小分けにしまいが肥満になるリスクは同じっていうのは、まあ以前プチ断食の時に話した通りですし、まずは血糖値のことは置いといて食品のカロリーを気にするようにしましょう。そしてダイエットプラス健康に気を使うのであれば血糖値も気にするようにしてみてください。